はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師続きやっていきたいと思います。ちょっと待ってないですね。右下のねバージョンアップしまして、数字 1.0012、 このままで10だったんですけど、今始めようと思ったらねアップデートが入っちゃいまして、なかなか始められなかったんですよ。かなり待ちましたね。まあ何が変わったのか全然調べてないんで分かりませんが、バージョンアップしてるんですね。で、どこまで行ったっけ？いろんなクエストちょっとやりたいかなと思ったんだっけか。これ行きたいけど発生地がどこだか分かんないんだよな。発生地はてなはてな。儀式の準備、南の洞窟とかこの辺行ってみようかな。あ、そうだ、これ、特別栄養剤を持ってこうだ。特別栄養剤って持ってたかな。さて、どれを作ろう。あ、とりあえず1個持ってますね。もう1個ぐらい作っとく。材料はどれにしよう。多分1個あればいいと思うんだよな。まあ材料何でもいいか。ちょっと品質の少なそうなのを選んでますけど、よし始めよう。ちょっとやりにくい。これを入れておいて、これはここかな。ここに入れよう。よし、いい調子。完成。横がないな。左右反転しかないのか。上下反転できないときついっすね。これはここかな。じゃあこれここ入れてもう一個完成させて。よし、いい調子。あとはもうできたかな。材料を投入。こんな感じ。仕上げスタート。うん、こんな感じかな。まあ2個持ってれば大丈夫でしょう。ということでちょっと行きたいと思うんですけど、あ、大きいカブトムシ相変わらずこの辺はカブトムシがいるそうですね。なんてクエだっけ。一つは神聖な体重、これでしょ。あと儀式の準備、まずこの2つをやろうか。神聖な体重ロック、でこれかな。面白いね。この木か、これか。これになんか違うな。これじゃないぞ。こっちだ。ここか。ここだ。まあこっちかな。これでいいか。よし、これで何が起きるんだ。植物って錬金術でもよく使うんだよね。胎児のカゴ。あれ、クエストが続いちゃった。これか。ドナの胎児の近くにいる おじいさんと会話しよう。これかい。ロックして、これかな。お
じいさん夜もいるのかな。この人か。うーん。物が降ってくる。お、なんかもらえた。あー、金色の羽みたいなやつだ。1個クリアですね。じゃあ次は儀式の準備、あっちの方だ。ここでいいのか。結構遠いですね。あ、木をもらってこう。木を。行き止まりじゃないですか。どっちからだ。左から回っていくのかな、感じからして。違うか。左から回り込めないですね。あ、でも宝箱がある。ちょっと戦闘になりそうだけど、戦闘しちゃうか。さっさと片付けるとしよう。さっさと片付けますか。逃がさないわよ。切り裂け刃よ。もう次の敵の攻撃入っちゃうからね。なんな。お、爆弾。あ、爆弾そういえば補充してないわ。これ1匹ずつかな、もしかしたら。せーの、当たって。あ、1匹だった。そら。あ、一撃じゃ無理か。それで終わりじゃない。狩りの練習にはなったかしら。爆弾補充しとかないといけないですね。せっかく作ってるのに。宝石だ。金銀財宝してたくちゃくちゃうよ。どんどん離れてる。反対側かな。じゃあ、どうやって行くんだろう。こっちも行き止まりじゃない？ねえ、行き止まりだよね。あ、大丈夫か。回れそう。なんか誰かいるっぽい。なんか二人もいるぞ。おう。これ何？クエストなの？クエスト今の？クエストなの？これだ。メンウサギ10匹を倒そう。そっか。あ、焚き火めっけ。ちょっとゆっくりしていこうかな。見えなかったわ。多分こっちの方から回り込んでいくんだと思うんだよね。回り込めたっぽいですよね。危ない。これ毒だよね。毒キノコ。素手で触ったら手が荒れちゃうよ。この穴？ここ？南の洞窟。暗くても私にはわかる。大丈夫かな。爆弾さっきのところ補充してくればよかったな。サラサラっと。お砂だね。風で飛ばされないようにしないと。宝箱。お宝浮いてません。採取。ちょっと戦闘もしますか。可愛がってあげる。
切る。ほーれ。あれ、ね、もう終わった。ちょっと待って、ここ何しに来たんだっけ。あ、これを集めるの。さっさと片付けるとしよう。しなきゃダメなんだ。道具で攻撃。やっ、よし。狩りの練習にはなったかしら。いやね、強くなったな。お宝置いてます。あと一匹倒せばよいっぽいな。ちょっと喉が渇いてきたけど、これは飲んでも平気なのかな。ちょうど3匹しかいなそう。よし、頑張ろう。あ、待って、一撃でやっちゃおうかな。道具で攻撃。あ、倒せなかった。でもリアネーで狩りの練習にはなったかしら。これでおしまい。儀式の準備終わり。儀式があるのかな。金銀財宝ザクザク。あれ、これで終わり。儀式の準備で儀式はないんですか。じゃあこっち先やっちゃおうかな。一番カーラモンのヒーロー。あ、まだ敵いる。まあ、一旦出て、ここへ移動して、ちょっとウサちゃんをねやろうかな。てりゃ。ウサギ10匹。よいしょ。アイテム装備で、中ダメージ、弱しか取れなかったか。あ、今日これいいじゃない。氷ダメージ、MP 回復症、でこの辺に食べて回復。スローを与える。あ、これ雷だって。雷ちょっと持っとこうか。大だけど、まあいいか、こんなもんで。で、ちょっと休んでから行こう。どのくらい休もうかな。少し休憩。なんか言うかな。あ、何も言わなかった。よし、じゃあウサギ倒しましょう。ウサギこの辺にいたよね。あ、時間帯でいないのかな、もしかしたら。あれクラゲでしょ。おいしょ。あれ、ウサギいないわ。昼間しかいないかもな、もしかしたら。
この枝が出てるやつはこっちの木になっちゃうんだね。ウサギいないよ。あ、こっちもなんかあれ？こってきたっけ？緑の香りが心地いいわ。フィリスちゃんもそう思う？あ、いた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 、ウサギ。あんまりないじゃん、10匹って。ちょちょいのちょいだね。2匹か。いや。あ、1匹だった。強いんだね。狩りの練習にはなったかしら。あ、そうだ。棒で叩くっていうのを忘れてましたね。叩くっていうのを忘れてた。他にウサギは？これは枝があるからこれ多分違うんだよね。欲しいのはドナの木なんですよね。それ！ちょちょいのちょいだね。そう、これで左側のゲージが半分埋まってるっていうのをねコメントいただきましたね。そら、まあノーマル攻撃で倒しやすくなるのかなって感じだけど。切る。あ、でも倒しきっちゃったね。狩りの練習にはなったかしら。強敵そうなやつにはあと少しで思いつきそう。一撃食らわせてから、戦うといいってことですかね。よし、鉱石見つけた。なんか思いついた。鉱石拾いはお手のものだよ。うさぎいないな。うさちゃんあんまいないですね。ちょっとキノコ拾っとこうかな。あんま持ってなかったな気がするんで。最初。そして敵がいない。いった。あ、違うか。あれウサギじゃない。あ、なんかちょっと違う色じゃないこれ。ウサギだけど。可愛がってあげる。あ、でも強さはあんま変わんないな。切る。ザコメ、腕試しにもならないな。あ、一応これも候補に入ってますね。お宝、おいでませ。あと5匹。しとしと雨が降ってきたね。冷たくて気持ちいい。なかなかウサギいないな。これドナの木じゃないと思うんだよな。どこ行った今の木。このね枝のついたやつは多分違うと思うんですよ。あ、そんなことなかった。新しい道具、思いついた。そんなことなかったぞ。じゃあ積極的に木を見つけたら取ってきますか。それよりもウサギ。少ないなウサギ。あそこにも木がある。ダメだよ、私お腹が空いても食べちゃダメ。食べちゃダメ。てりゃ。ウサギがいない。た。いたいた。少ないんですねウサギね。あ、でもあっちにももう一匹いるな。よし。ちょちょいのちょいだね。出てきた。いきなりオールヒールですか。あ、そっか、叩くの忘れてたわ。
その身で味わえ。必ず叩いた方がいいですよね。その方が多分、まあ、狩りの練習にはなったかしら。変なダメージ食らっちゃうのが、ね、また強くなっちゃった。金銀財宝、あと3匹、あと3匹。それ可愛がってあげる。これは1匹だ。で、あれ、もう終わった。ウサギの肉は取れましたね。フィリスちゃん、お昼ご飯は何にする？だってあとウサギもうちょっとなんだけどな。てりゃ！おしき取れた。お、いいですね。順調に取れてますね。うさちゃんは？なかなかいないな。夜の冒険、足元注意。あ、夜になっちゃった。いた。夜でもいました。さっさと片付けるとしよう。2匹。せーの。そら。行くぞ。ザコメ。腕試しにもならないな。あと1匹くらいかな。ちょっと疲れてきたような。あ、たまった。キャンプまだ決着。じゃあ戻ろう。だぞ。筋肉が遅れを取るなんてね。オッケー。一件落着。おお。なんかどっちもオカマっぽい人ですね。まあいいや。いでよアトリエ。まあこんなもんかな。今日はウサギを追いかけてでしたね。新しい道具作れるようになったよ。ただチェストな。チェストと物を入れられんのかな。何を作ろうかな。まあいろいろ作ってもなって感じですね。ちょっと他の人のを回って、何もなければ終わりにしようかな。お別れ。あら、あ、ダメよ。私お目つけ。あぶねえ、別れてないよね。フィリスちゃん、お腹はすい。あぶねえ、別れちゃうとこだった。フィリスじゃない。あ、来ました。そういえばドロッセルさん、初めてお会いしたとき、森を抜けなきゃいけないって言ってましたけど、どこか行きたいところでもあったんですか？ただ行きたかっただけじゃないの？おお、よくぞ聞いてくれました。その通り。私ね、キルヘンベルっていう町に行こうと思ってたんだ。キルヘンベルって行ったことありましたっけ？ここまで来ればもうあとちょっとで行けるでしょ。あの、ドロッセルさん、キルヘンベルって全然場所が違いますけど。要するに方向音痴なんですね、ドロッセルさんはね。え、そうなの？はい、ものすごく遠いです、残念ながら。あれ、おかしいな。途中まで会ってたはずなんだけど。はっきり聞いちゃいますけど、ドロッセルさんって方向音痴ですよね。私が？まさか。たまたまだよ、たまたま。
認めませんね。まあでもここから遠いって言うなら仕方ないや。キルヘンベルに行くのは諦めることにするよ。あれ、そんなあっさりと、いいんですか？いいのいいの、気にしないで。そこに行けばあの人に会えるかもって思ってたんだけど。誰だろう、キルヘンベル行けばドレッサレさんのクエストが進みそうですね。まああの人の噂を聞いたの結構前の話だし、きっともう別の町に行っちゃってるよね。誰だろうあの人って。あの人ってもしかしてドロッセルさんの恋人？そっか、チャランポランなところもあるけどドロッセルさんも大人なんだね。恋人とは言ってないですけどね。フィリスか。次はの、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしようかな。ちょっと寝ましょうね、なんか言うかもしれないから。どのくらい休もうかな。おやすみなさい。いらっしゃいませ、私のアトリエにようこそ。休憩終わり。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしましょうかね。もううさぎを追っかけてるだけで終わっちゃった感じでしたね。まあどうしようかな、次クエストね、先へ進んでもいいかなとちょっと思い始めてます。木を採取しよう。これって作ったっけ。作ったような気がするな。なんかあ、ラビリントちょっと寄ってきますかね。これ行くだけでクエストクリアしそうなんで、であの時よりもちょっとクエストっていうか強くなってる気がするし、この辺もいけそうですね。ということでサブクエちょっと次回もちょこちょこっとやりながら、ラビリントとかあとはまた別のね、マップへ行ってみようかななんて思ってます。あと123日ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。